はい、皆さんこんにちは、鈴木よしひろです。今回の動画はよしひラジオです。今回もインスタグラムの方ですね、募集した質問に答えていきたいと思います。それでは早速ね、質問の方に答えていきます。はい、まず一つ目の質問は、部活の練習が走り込みのような本数の多いメニューばかりで自分の成長が感じられません、というふうなね、質問が来ていました。まあ、前回もですね、競争することにね、意味が感じられませんというね、質問も来ていたんですけども、まあ、同じようなね、意味合いかなというふうには思います。まあ、ただですね、この走り込みもそうなんですけども、まあそのね、自分の成長を感じられない、まあもちろんね、本数が多くなるので意識ができないっていうのはなんとなくね、理解はできるんですけども、やはりその中で自分の中ですね、もうメニューをね、変えることはできませんので、その中でどれだけ自分が意識できるかどうかっていうのをしていかないといけないのかなっていうふうに思います。ね、何でもかんでもね、そのメニュー競うとかね、全力とか、本数の多さ、整理ね、するのではなく、その中でも、じゃあ必要最低限ね、まあ10本ね、全部意識っていうのは難しいとは思うんですけども、その半分はね、ここまではやってみようとか、ここだけをね、必ずやってみよう、10本通してやってみようとか、5本通して、ここの必要最低限のタイム、動きはしてみようとかね、自分の中にそういった目標っていうのをね、立てて、何をやるべきなのか、で、何をやらなくていいのかっていうのを考えていくっていう必要はあるかと思います。少しね、厳しい言葉にはなるのかなっていうふうに思うんですけども、周りのせいにせずにですね、まあ自分自身でどうやれるのか、成長を感じられるためには、成長するためには何をすべきなのかっていうのを、まあ自分自身で本数が多い中で見出すっていうことが重要かなっていうふうに思いますので、まあ、最後の方ね、走れなくなるっていうのはしょうがない、仕方がないことなんですけども、その中でもどうやったら成長ができるのか、動きやですね、タイムっていうのを自分の中に定めていただいて、成長できるように自分自身でね、考えて行ってみてください。はい、続いての質問はですね、腰が後ろに残る改善方法というふうな質問が来てました。こちらのね、質問なんですけども、まあ、過去動画とかですね、他のね、お悩み解決シリーズとか解説動画っていうところで、まあね、改善方法だったりこういうことしてくださいねっていうのはありますので、ぜひね、そちらを見ていただきたいんですけども、根本的なね、腰が後ろに残るとか落ちるっていう理由としては、まあ、地面をしっかり押せてないっていうことでしたり、まあ、後ろに残るっていうのはね、一番は反り腰っていうのを考えられます。スタンディングスタートなどの姿勢の時に、無理にですね、背筋を伸ばすとか、ね、ピンとまっすぐにしてしまうと、腰が後ろに残ってしまいますので、まあ、あえてね、丸めるっていうところで、そして地面をしっかり押す、ブロックを押すことによって、重心、腰がですね、前に運ぶっていうことを意識してもらえると、案外ですね、残らないっていう風になってきますので、まあ、少しですね、シンプルに考えていただきたいなっていう風に思います。ね、後ろに残るからどうしたらいいんだろう。じゃあ、そこを進めるしかないよねっていう風なね、考え方だとですね、しっかり押すことができる、そして腰から進ませるっていうことができれば、後ろに残ることなく落ちることなくですね、前にですね、進ませることができますので、まあ、ぜひですね、その押すだったりとか引き付け、そして重心移動っていうところのね、トレーニングっていうのをぜひやってもらえると改善はできるかなっていう風に思いますので、ぜひですね、まあ、過去動画の方をね、ご視聴いただいて、そのトレーニング方法っていうのをぜひやってみてください。はい、続いての質問なんですけども、30分ジョックは疲労回復するのに効果はありますかという質問が来ていました。はい、僕もですね、よく大学生の時は30分ジョックをですね、アクティブレストの時にやっていました。本当ね、当時はね、その大学時代っていうのは、なんでこんなジョックしないといけないんだろうっていうふうに思いながらやってたんですけども、これですね、大人になってから意外とその30分ジョック、まあロングジョックですね、有酸素運動って言われるレベル、10分から15分以上の連続したね、有酸素運動っていうのは、意外と重要かなっていうふうに思います。で、やはりその30分ジョックはね、早く走る必要はもちろんないです。本当ね、キロ8分とか7分とかね、すごいゆっくりでいいです。その中でね、体を動かして、まあ腕振りでしたりね、接地も気をつけながらやるだけでも、だいぶですね、しんどい、ね、疲れはするんですけども、そのね、有酸素運動をすることによって、まあ、意外とですね、疲労回復っていうよりも変な疲れ、重だるさっていうのが意外と抜けたりします。はい。まあこれがですね、例えば30分ジョックってところを、まあ基本的なそのアクティブレストっていうのは、有酸素運動、まあね、有酸素運動って形になりますので、例えば水泳とかでもね、プールで泳ぐとか、自転車ですね、30分漕ぐとかでも全然問題はないかと思います。ただね、試合前に慣れないこと、
今言った普段はね全然自転車とかやらないのに自転車漕ぎでアクティブレストとか水泳とかでねアクティブレストするとちょっとね疲れ度疲労度っていうのがちょっと出てきてしまう可能性があるので、まあ何でもない時ですね、試合も何でもないよっていう時の週でアクティブレストやるんでしたら、まあ、水泳とかね自転車で試すのはいいと思うんですけども、ですのでまあある程度の疲労回復っていうのは見込めるかなっていうふうには思います。はい、でも先ほどね言った通り、もちろん早く走るとかね、そういうことをしてしまったりとか、あとダラダラ走るね、さっきも言った通り腕振りと設置を考えずに何にも考えずにゆっくり走るのではなく、ある程度動きっていうのをしっかりとね考えながらゆっくりとジョギングをするっていうことで全身をねしっかり使っていくってことができれば、動きにもねつながりますし、ある程度のねアクティブレストになりますので、疲労回復っていうのもね、つながっていきますので、ぜひね、試してみてください。はい。続いての質問なんですけども、走る時の足の軌道を前に大きくして進むためにはどうしたらいいですか？という質問が来ていました。なかなかですね、皆さん走ってる時に足が流れたりとかですね、地面を蹴って叩いたりすると、軌道がですね、後ろに大きくなってしまいますね。まあ、勝手に僕が言ってるんですけども、足がね、流れている人が蹴っている人っていうのは、比率的にね、前後の比率というのが前4、後ろ6ぐらいになります。で、これはね、逆にしたいです。イメージとしては。前6、後ろ4。で、それらをね、するためにどうしたらいいかっていうのは、まあ、先ほどのね、話をした通り、地面をしっかり押すと。そして足の軌道ですね。地面を押して足を前に持ってくるときに、イメージとしては、後ろ足の足首がですね、自分の前足の膝横を通るような軌道、最短の軌道を作っていくっていうことが必要かなっていうふうに思います。で、これらはですね、最近の動画にもしたんですけども、必ず押して引きつける、引きつけは腸腰筋から行う必要があります。考えてほしいのは、足の軌道をね、前に大きくしてっていうところなんですけども、前に大きくっていう風になりますと、皆さんですね、膝下を振り出して、リーチアウトをして稼ぐっていうことになるんですけども、それをね、してしまうと、自分の体のね、前です、設置をしてしまうと、膝とかね、足首の疾患、怪我っていうのは増えてきますので、それらはしないと。で、前には大きくしたいんだけども、しっかりと膝の部分だけを考えてほしいかなっていうふうに思います。で、ドリルに関してはですね、足の入れ替え、挟み込み、乗り込みっていうトレーニングはね、解説動画でもね、上がってますので、そちらを見てもらえると、トレーニング方法としてね、載っていますので、まあ、それらをやっていくと、前さばき、足の前での足の入れ替え、押すだったり乗り込みっていうのができるようになってきますので、まあ、ぜひですね、そちらの方をやってみてもらえると、足の軌道がね、前に大きくなって、楽にね、進むことができると思いますので、ぜひね、そちらの方をご覧になってみてください。はい。てな形ですね、今回もヨシラジオを行っていきました。いつもですね、質問をいただきありがとうございます。毎週ね、月曜日はヨシラジオやっていきますので、疑問に思ったことやですね、聞きたいこと等ありましたら、ぜひインスタのね、質問または動画のコメント欄に残してください。はい。てな形ですね、今回のヨシラジオはこれぐらいで終わりたいと思います。ありがとうございました。